サイモン・ジェランは、オーストラリア、メルボルン出身の自転車競技選手。2004年 AG2R プレボワイアンスとトレーニー契約。2005年に AG2R プレボワイアンスとプロ契約を結ぶ。2008年、クレディアグリコル2遺跡。ツールド・フランス第15ステージでは、大雨の中最後まで逃げ続けた3名から飛び出し、見事キャリア初のグランツール優勝を決めた。 2009年、クレディア・グリコルが2008年限りで解散したため、チームメイトであるトル・フース・ホフトラと共に、サーベロテストチームに移籍。ジロでイタリア第14ステージでは 160km を逃げ切り勝利。ブエルター・エスパーニャ第10ステージでは、上りで飛び出した4名のスプリントを制して勝利。これで、すべてのグランツールを制覇した。GP 西フランスプレでは、 前年優勝者のピエリック・フェドリゴラとのスプリント争いを制止優勝。2010年、チームスカイに移籍。2012年、グリーンエッジに移籍。グリーンエッジの偉人となるツアーダウンアンダーにて、見事全員オーストラリア人のメンバーで、総合優勝を獲得した。2016年、ブエルター・エスパーニャ第14、ステージでは、逃げに乗っていたサイモン・ゲランスとマグナス・コレトニール・戦。 イエンス・クー・クレールが集団から抜け出したサイモン・イエーツを引くことでライバルたちから1分以上のアドバンテージを得ることに成功。見事な前待ち作戦に関東賞が与えられた。2018年 BMC レーシングチームに移籍。同年引退。ありがとうございます。